見つけしたフリーダム総帥ハッチでございます。今回はですね、ひらめけ大穴アルゼンチン共和国杯ということでですね、まあ、キーワードとしてお話をさせていただいたのはこのハンデでも、まあ、つまりね、前々回かなハンデ重賞で軽ハンデを利用して勝ったなと。でハンデ戦だけど重賞勝っちゃったから、今回からは前回からはね、しっかりオープン馬としてハンデ乗せさせていただきますよとなって負けたと、大惨敗ぶっこいたという馬なんですが、じゃあ1回の惨敗で見限るのかって話になってくるんですよね。というわけで今回狙いたい穴馬がネット競馬想定現在16番人気アーリスター、こちらをね狙ってみたいと思います。本当はもっと人気薄のハンデ軽い馬って話をしたかったんだけども、まあ、条件馬は除外対象ですからね、今回、まあ、R スターの方をということになってしまったという部分はちょっとあります。条件馬がたまたま出てきたよってなったら、この馬条件馬で出てきちゃったけどどうですかみたいなのをコメントでください。僕がこう解説するのを忘れてる可能性があるんでね、コメントでいただけるとそこからコミュニティとかその辺で話しますという前置きはともかくね、 R スターの方もね、小倉記念、小倉でしたが見事な差し切り勝ちでした。まあ、小倉ってね、小回りだから逃げ馬が有利かなと思いきや、案外差しが効くんですよね。3コーナー、4コーナーあたりがね、結構下り坂になって、そこで加速して一気に差すという、大体残り800メートルぐらいから下り坂になってたりすると、まあ、差し馬の仕掛けどころ、こっから加速してビューンと差しましょうみたいなポイントになってんで、そこからコーナーがあったとしてもね、案外加速して差し切れちゃうというのが、小倉が他の小回りと比べても案外差しが決まるからくりなのかなと。似たような競馬場に京都、だから京都の小回りとか、まあ、京都の大回りも含めてそういうところから、京都の大回りコースなんかちょうど8って書いてあるハロンボーから大きな下り坂が始まるもんね、G1 ジョッキーで乗ってるから知ってんだというような感じで、差しのポイントがはっきりしてる。結構ね、長い足を使った差しをしたい馬は、長くいい足を使う馬は小倉京都の方がいいんですよね。 R スターもそのタイプなのかなとは思うんだけれども、まあでもロードカナダ3区東京でもまあG1 勝つしね、東京専用機みたいなロードカナダ3区いるしね、このつい最近8つ目勝ったの見たよね、ロードカナダ3区いいよねみたいなね、まあそういったところでね、まあついつい最近の最近見た競馬、そうダービー、ライブでね、ここでね流しながら皆さんと見た記憶があるんで、あれ確かそうロードカナロアの子だったよねっていうことを考えると、ロードカナロア3区東京で差しっていう形もまたハマりやすいんじゃないかなと。もうこの馬の場合、母父サッカーボーイですよ。母父のところにサッカーボーイがいるってことは、サッカーボーイのゼンマイゴールデンサッシュが、まあ、母の欄にいるステイゴールドと大体血統のレベルのステイゴールド系とね、血統のゴールデンサッシュディクタスの位置は一緒なんですよね。まあ濃さは同じなんですよね。これもやっぱり東京でいいんじゃないかな。オーソリティ本命にしたしね。まあそんなわけで、ひらめき大穴母父サッカーボーイってね、ちょっと僕の中ではグッとくるところがあります。まあ、成田トップロードとかも追っかけてたしねという部分も含めて、今回こそ R スターもう一回穴馬券ください。小倉で逃したのちょっと痛恨だったんで、もうしばらく追っかけます。まあ、こんな話したんでね、次の小倉京都に出てくるあたりまで追っかけます。以上ハッチでした。